皆さん、年末の大掃除進んでいますか？私は一つやり残しています。このミニゲームお掃除しちゃうぞ、クリアできずにいます。一応ゴールがあるんだよね。で、そこを目指していくんですけど、まあこれもやったの多分3年前のチャンネル始めた頃ぐらいだと思うんだよね。もうそれからクリアできずにいるので、まあ初めて見る方もいると思うので、ちょっとどんな雰囲気のゲームなのかね、そろそろプレイしてやっていきましょう。こうやって移動していくだけなんですけど、障害物がご覧の通りあるんですよね。で、そこにぶつからないように、行くんだけど、おー、危ねえな、今のとかもな。ネズミとかもこうやって横断してくるので、それにも気をつけながらなんですよね。おー、危ない、危ない。で、本当は左右に移動すると、それで得点が上がるんですけど、あんまりもうとにかく今回はゴールを目指して、ハイスコアじゃなくてゴールを目指していこうかなと思います。おー。オッケーオッケー。まあこの辺はね、シンプルに見ていけばいいだけなの。こういうとこ、こういうとこ、もう右と左に二択に分かれちゃうところがあるんだよね。こっち難しい方か。こうやって、二択の場所があったりとかするので、今はまあ、どっち選んでも最終的には通過は可能ってやつなんだけど、この先、もうこっち選んだら自動的に行けないよ。右選んだ時点でもう終了みたいな、もう、後に引き返せない部分があるのよ。どういう大道具部屋やねんって思うんだけどな。よしよしよし、ちょっとこういう細いとことかだとね、緊張感高まりますからね。こういうのもね、配置を考えるレベルデザイナーさんがいるんだよな。これ分かりにくいよね。一応これ 2D だから非常に分かりにくいんだけど、アーチになっててくぐれているっていう体裁っぽいんですよね。もう、目の前じゃなくて、もう、あー、これぶつかってる判定なの？だいたい分かっていただけましたでしょうか。こんな感じで。ちょっとね、進んでいきます。再挑戦。ちょっとマイクの位置変えるね。この辺にしようかな。よし、行こう。じゃあ行きます。今ので自分の自己ベスト7000点台の半分か。だからまあ、どうだろうな。ゴールまでの、そうだよな。ゴールまでの道のりみたいなのがね、表示されたらより良いんだけどな。ああ、ネズミが厄介だな。今のもちょっと壁に半分当たってた感じがあるんだよな。この大神さんのモップ左右端っこは当たりの判定ないっぽいので、少しそこは優しいんだよね。さあ、こっち当たりか？当たり。あー、オッケー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 。あー、ネズミだけ避ければいいんだな。こっちはね。よし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 。とりあえず進んでいきましょう。さっきの中腹のアーチをくぐり抜けていくところ。あ、これもダメか。結構判定厳しいんだよな。十字キーで、まあ、比較的、そんなに操作がしにくいわけじゃないけど。でも、ああいう、繊細なところ。え、今の当たったの？みたいに、ちょっと、思ってしまうようなところも、厳しくね、当たった扱いになるから、微妙な、ちょ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 いっていう、こういうね、ちょ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 いっていう、調整を、していかないといけないんだよね。まあ、ネズミが小さいから、そっちは優しいのかなと思うけどね。あと、どうだろうなあ、こっち、外れか。思うのは、これ、多分だけど、当時のブラウン管のテレビと比べると、大抵の人は今の液晶とかのテレビの方が、画面でっかって、思うと思うんだよね。今皆さんがパソコンで見てるのか、スマートフォンでこれを見てるのかはちょっとわかんないんですけど、多分ね、大きい画面で見るとこれ結構目が追いつかないんだよね。全体が流れてる感じがあってね。かなり、これもし30分やってとかって言われたら結構目疲れちゃうと思うんだよね。だから桜大戦 GB とかもね、実況撮ってるけど、あれ普通に液晶のテレビで遊んでるんですよ。
だからゲームボーイのあの小さなね、色味の少ない画面でやってた頃よりもかなり遊びやすくなったので、そこはすごく時代の進歩、技術の進歩に感謝してます。あ、ここ、ここ、ここ、あ、これ!これ!これなんですよ!無理でしょ、今の。右、右、左っていう風になるよっていうのを分かっておいて、なんかテニスのポジション取りみたいに、動いたらもう一回真ん中に戻るっていうのをやんないと、思い出した、思い出した、思い出した。今みたいにもう右にいた時点で左にいた時点でもうアウトっていうのがね、あるんですよ。だから、今のそのもう左右間違えたらダメ以前のところはよく見て動くで、その後は規則性だな。右2回の後は左。その逆もあるんですよ。ああ、これはボンミスです。その後はもう左2回の後は右とかね。読み込んでいくというか、あるいはその、さっき例えたみたいに、テニスのゲームとかみたいに、左右に振られたらその後は真ん中に一回戻るっていうことをしないといけないんですね。いやー、今年はクリアしたいなぁ。なんとかね、大変なんだけど、もうクリアしましょう。さあ3000点いきました。これで中腹ぐらいだろうな、だいたいね。でアーチゾーンです。アーチゾーン、アーチゾーン、アーチゾーン、アーチをくぐって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 、はい、とりあえず1個関門超えましたね。この次がこの辺で、そろそろあれが来るかな。左右一択ゾーンがね、はい、ネズミを避けます、避けます、避けます、避けて避けて、で4000点いきました。7000点いきたいよな。だから子供の時の記録に、あ、こっち、あ、こっち、あ、こっち、あ、あ、今のとこだよな。オッケー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 、真ん中に戻るをちゃんと意識できましたね。この後何が待ってる、この後何が待ってる。斜めのネズミ、斜めのネズミ、斜めに飛んでくるネズミを冷静に避けます。はい、え、あー、そうか、なるほど。大神の後ろにいた桜がネズミに当たってしまったか。それはわからん。今まで大神藩しか当たってなかったから、桜もダメっていうことは覚えとらん。そういや、そんなのあったな、仕様として。こうやって見ると、大神さんにちょっと遅れて桜が動いてんだよね。だから、この感じね。これ多分今の操作がわかりやすいと思うけど、後ろにいる桜さえもネズミに当たっちゃいけないっていうのが、ネズミがまっすぐ縦か横にしか動いてないときは、大神の動きさえ良ければ大体桜も大丈夫になるように軌道ができてるけど、斜めになるとちょっとそこも考えなきゃいけないってことだよね。うわ、そこ難しいな。その前の左右二択のところさえも結構難しいんだけどな。あー、得点稼ごうとしたらそういうことになる。ここはやんない方がいいな、得点稼ぎの左右移動な。あの3マスしかないところ、桜がちょっとワンテンポ遅れてんだよな。わかるかしら、こう押してすぐ桜もついてくるわけじゃなくて、 0.3 秒ぐらい大神さんの後に来るから、こう左右に振ったりとかしてると結構桜が置いてかれてる感じにはなるんだよね。まあそれ、まずそもそものところ掃除としてどうなのっていう話なんだけどな、村がありすぎてね。だからああいう3ブロックしかないところとかで左右振って得点稼ぐっていうのをやってしまうと、後ろにいる桜も当たってしまうんだな。わかったわかった、1個覚えたぞ。そのうちだからネズミだけじゃなくて壁に桜が取り残されるっていうこともありえない話ではなさそうだよな。
この辺とかは、なんていうかな、縦には3ブロックずつぐらいの区切りであるけど、もっと細かいところになったら、桜が取り残されて、桜だけがぶつかる、大神は進んでるけどっていうことは、ありえそうだな。この細かい操作が難しい。よしよしよし、アーチゾーンを超えたぞ。次はあれだな、左右二択ゾーンだな。そこだよな、そこが。ここもちょっと余計なことしないようにしつつ、桜にが ぶつからない、ネズミがぶつからないように少し余裕を持って避ける。で、ここだよな、ここかあれよな。ここら辺が、右か左かを見極める。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 おし !OK! そろそろ5000点に行きます。ああ今よくネズミ避けたね、桜くん。さあ、こっからどうだった？あ、斜めか、斜めか。ここを越えればだな。ここであんまり余計な動きをしない方がいいんだろうな。結構ギリギリを全部。よしよし。次何？次は何？こっからちょっと一旦未知のゾーンじゃない？どうなる？どうなる？とりあえず同じように二択だったとしても避けられるような感じ。これは難しくない？これは難しくない？これをくぐるの？これくぐるの？これくぐるの？これくぐるの？まだくぐるの？ほう。くぐった。で、ちょっと、次は何？次は何？次どんなの来ますか？大神さん、頑張って。頑張ります。はい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 。あ、ネズミが垂直に向きを変えてます！もうどっから声出してんのよ。ああ、それは無理ですよ！なるほどな。ネズミとネズミの中間を通るんだな。2位出したよ。自己2位記録出しましたよ。これは無理だよな。本当に今、この微調整ができてないからさ、ここまで。なるほど。次はそういうのが来るんだな。わかったわかった。まあ、とりあえず、初めて、まあ、初めてって言っても、子供の時には見てるはずなんだけどね。見たやつとして、2マスだけくぐるアーチっていうゾーンがあって、で、その後に、ネズミが横一列に来るから、その間を縫うっていうゾーンが出てくるんだな。よく考えるよな。初めてその場面に遭遇した人がみんな多分私みたいにはーとかって喋ってると思うんだよ。そういう次々と奇襲攻撃のようにね。意表をついてく、意表って言っていいのかな。驚かせてくる方法を、このシンプルな木箱、ネズミっていうツートラップだけのゲームの中で考えてたんだろうかな。そこはすごいよね。あのですね、そんな間違えるわけねえじゃんって思うかもしんないけど、直前にアーチをくぐるっていうのをやった後に今のゾーンに足してみてください。皆さん、こっちでくぐるんだなって思い込むじゃないですか。木箱のある方に目指しちゃうんですよ。だからこの脳、ちょっとした脳トレだよな。何の役にも立たない気がするけど、この脳トレ。くぐるところと、これは壁になってるよっていうね。2D ならではの罠なんですよね。よし、アーチは終わった。次は壁ね。次のところはくぐるんじゃなくて避ける。避ける、避ける、避ける。はい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 。
ネズミにいちいち返事してるな。次だな。次、この辺が左右避けるゾーンだな。避ける！おい！オッケー！いや、ハラハラもんですよ。ブレーキとかあればいいのにって思うけどね。そういうわけには。はい、斜め。斜めなので、ここは余計な動きをしない。さくらくんだけがぶつかるみたいなことが起こる。斜めなので、余計なことしない。ここも避ける。次なんだ？めっちゃ積み重なってる2マスのところくぐるゾーンか？はい、そうですね。はい。はい。はい、次。はい、左。はい、右。はい、OK。右。ここ。左。はい、右。よし。次があれだな、ネズミだな。ネズミが、隙間を縫ってくるやつだな。ここら辺にいれば安全じゃないか。こうジグザグ。あー！それ以前の問題！無理だって！もう、どうしたらいいのよ。あー！これは無理だなー！斜めの予見の激ムズだな。あー、もうネズミに惑わされてる。これ単にブロックがジグザグになってるから右に避けても左に避けてもいいんだろうけど、ネズミがいない方じゃないといけないからね。はあ、結構いいとこまで行ったよな、でもな。ゴールできそうな感じはするね。もうちょっと頑張って行きましょうか、ゴールを目指してね。ゴールがどこにあるかもうわからん。あー、避けられない。避けられないよ、斜めのネズミが。ネズミのいる側。ブロックさえ避ければいいと思ってるとネズミのいる側を通ってしまうんですね。あー、なんとかクリアしたいな。こうやってドツボにはまっていくんだよな。ねえ、生地か全然できないとかじゃなくて、少しゴールの可能性、まあ、7300点ぐらいがゴールってことだよね。あの最高記録を見るとね。ゴールができそうだから、何回も挑戦してしまうよな。よし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 。次か。次なんだ。あ、これだ。これだ。この部分だな。ここをネズミのいない側に避けられる。よし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 。まだあるよ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 。まだ、あー、それは予想してません。いやー、 0.3 ブロック分ぐらいの移動が足りなかったっていうだけのやつ。絶対避けられないよ。今年は諦めましょう。来年やります。来年じゃないかもしれないけど。いやー、頑張ったけどな、頑張ったけどな。もうちょっとでゴールなんだろうけどね。あそこがすごく苦手だな。ジグザグでブロック配置されてるところからくぐり抜けてくるネズミね。はぁ、あ。じゃあ、この大掃除をしている
さくらくんのね、絵を見て終わりましょう。さくらくんとお掃除か。結構大変だったけど、楽しかったな。見ている皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。このさくらくんの笑顔に癒されながら、じゃあお別れしましょうか。はい。ご視聴ありがとうございました。ちょっと早いですが、来年もよろしくお願いします。まだ今年も当然ね、動画少し上げますので、引き続きお付き合いください。では見てくれた全国の隊長に、敬礼。